こんにちは皆さん、今上海に入国できました。いやー大変でした、めちゃくちゃ大変でした。なんか空港でなんでお前7時間しかステイしないのに入国すんのって、あのトランジットステイすんのって言われて、いや友達に会いに行くって言ったら、いやなんか怪しいちょっと来いみたいな感じでセカンダリーオフィス連れてかれて、なんでお前は台湾に留学してるのに直行便でワナク上海に来たんだって言われて、友達に会いに行って言ったら、まあその怪しい関係の人みたいな疑いをかけられて、いや大変でした。最初バーって英語で言われたんで、バーって英語で返したら、あれちょっとひるんで、でその後に中国語になって、でもあの中国のその発音全然わからなくて、台湾とやっぱり全然違う感じで、それとやっぱりちょっと威圧感がすごくて、まあでもどうにかできました。これからですね、メグレブこれに乗ります。これですね、地下鉄の方が安くて行けるんですけど、地下鉄だと1時間かかっちゃって、そのメグレブ、あのメトロ、あ違うハイスピードのやつは、もっと早く行けるのでそれで行きたいと思います。チケット売り場に来ました。こんな感じです。それでは